日本を訪れる外国人が増える中、飲食情報サービスや都内の鉄道といった異なる業種の会社が手を取り合い、外国人観光客向けの新しいサービスを展開することを発表しました。異なる業種の会社がチームを組んで、日本に来る外国人旅行者のための新サービスを作るということでまもなく発表会が行われます。これは飲食情報サービスのグルナビと 東急電鉄、東京メトロの三社が主体となって作る外国人観光客向けの情報サービスです。無料で利用できるスマートフォンアプリやウェブサイトで都内の飲食店や観光、鉄道情報などが7カ国語で記されています。東京の魅力や楽しみ方をより使いやすく案内することで外国人客に不安になっていただき、 日本のの文化に触れるることとができすし握りり体験などの案内情報も盛り込むとしています日本政府観光局によるとことし1月から先月の間に日本を訪れた外国人は753万7800人と前の年に比べて 2020年までには外国人観光客を2000万人に増やすことを目標にしていますが主催者は東京を満喫できる観光情報サービスの展開を目指し来年春のサービス開始に向けて開発を進めることにしています。